湯布市湯布市は、大分県のほぼ中央に位置する市である。温泉地として名高い湯布院温泉を要する観光都市である一方、大分市のベッドタウンとしての性格も併せ持つ。湯布市は、大分県のほぼ中央に位置し、北部には、湯布岳、城ヶ、岳、南部には、黒岳、花村山、地山など、標高の高い山岳がそびえる。 市の中央部を流れる大分川によって形成された、平地付近に市街地が集積しており、源流付近、湯布院盆地に、旧湯布院町、中流、貸岸岸の左右に、旧庄内町、下流、平野部に、旧狭間町の市街地を抱える。大分川沿いの市内を、国道215を JR 九大本線が縦断しており、旧湯布院町では、大分自動車道及び、 大分県道11号別府市の宮線、山並拝栄、九州横断道路が交わる。九州内町、九湯府院町の一部の地域は、阿蘇九十国立公園の指定を受けている。国道2 1十号沿いの九十町との境界上にある水分峠は、九州における中央水霊の一つを成しており、湯節川の大分川水系と九十町川の筑後川水系を隔てる。 大分川沿いというつながりを持つ地域ではあるが、明治期の行政区画においては、旧庄内町、旧波佐間城は大分郡、旧由布院町は早見郡として成立した経緯を持つ。その後、昭和期までに現在の地域全体が大分郡に編入された。大分市への鉄道網が整備された。 全社側は合併直前においても大分都市圏の変遷に含まれており、一方の後社側は温泉観光地同士をつなぐ目的もあり、別府市との交通網が早くより構成されてきた。現在においても NTT や九州電力の管轄地域の違いなどで交流地域の名残を確認することできる。全国的に名高い湯布院温泉をはじめ、市内各地に5つの温泉が立地しており、 市内の大部分が国民保養温泉地、湯イ院温泉号に指定されている。瀬戸内海式気候に属しているが、市の大部分が山岳丘陵地域であるため、内陸性の気候の特徴が強く気温差が大きい。観測地点の設置されている旧湯イ院町の中心部には盆地が形成されおり、気温の比較差が大きい。そのため、放射冷却による朝霧りが多発する。 大分自動車道の切り、降雪による交通規制もこの付近の気候の影響を強く受ける。2016年現在、湯布院の観測地点においては熱帯夜が観測されたことがなく、秘書地としても扱われる。湯布院での観測地、住所表記において、かつての町で使われていた大技の表記及び、障子、番地の枝番を示すのが取り除かれた。また、 大技の前に、合併前の旧町名を冠している。一例、市役所所在地は、大分県湯布市庄内町柿原302番地。文後国風土記に、湯布の由来である、木綿及び、湯図、富里が記されている。平成の合併の過程においては、湯布市が、指名一般公募のうち最多票を得たことで、そのまま選出された。旧湯布院町域の湯布院温泉のに、 旧庄内町域、旧波佐間町域にまたがる湯布川、湯布川渓谷など、地域の広い範囲に関わりがある。2016年4月16日午前に1時25分、熊本地震の本震 M7.3 最大震度7が発生し、湯布市内の湯布院町川上で、震度6弱の強い揺れを観測した。湯布市では3人が災害関連死の認定を受け、 2016年12月6日、現在重症7人、軽症7人、重化全壊1等、半開125等、一部破損2295棟、道路、河川、水道、農地、農業用施設等にも多数の被害出した。この本震以降、大分県中部でも余震が相次ぎ、同年4月29日には、湯布市のほぼ直下を震源とする地震が発生し、 震度5強を観測。人的被害はなかったものの湯布院駅の天井ガラスが破損した。議会。定数20、合併後、旧山町の役場は、庁舎として、市役所の機能を3分割し、それぞれ、省内庁舎、挟ま庁舎、湯布院庁舎と呼称してきた。主要業務、市長室等は、省内庁舎、市議会、農業委員会等は、挟ま庁舎、 教育委員会等は、有夫院庁舎に設置し、すべての庁舎に地域自治行政の中心となる地域振興局を設置しにいた。しかし、合併後から新庁舎建設、庁舎機能の集約が議論されており、選挙公約としても扱われることがあった。2016年7月19日、庄内庁舎の本館及び増築された新館を本庁舎として、 地域振興局を除くすべての市役所機能、市議会、教育委員会、農業委員会を集約したと同時に、市役所の部長職が廃止された。一方、ハサマ庁舎、湯布院庁舎には、地域振興局、地域振興課、健康センター、防衛対策室、湯布院庁舎のみ残し、市所業務を行っている。なお、消防本部については引き続きハサマ庁に設置している。 衆議院小選挙区選挙では、大分2区に属する。直近の第48回衆議院議員総選挙、2017年10月での選出議員は、以下の通り。大分県議会議員選挙では、本市で一つの選挙区をなす。定数は二人。直近の第18回統一地方選挙、2015年4月での選出議員は、以下の通り。 市立。市立。立立コミュニティバス。旧湯布院町にある温泉街は、歓楽街を排した街並みが特徴で、東の軽井沢、西の湯布院と言われる。他の温泉地に見受けられる、規模の大きい旅館が存在しないのもこの街の特徴で、あ、あ、1959年、湯布院温泉、湯平温泉が、湯布院温泉として、 国民保養温泉地に指定された。2019年、塚原温泉、庄内温泉、波間温泉を追加し、国民保養温泉地、湯布院温泉号として拡充さされた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。